M189775mm 野砲は、フランスが1897年に採用した、合計 75mm の野砲である。M1897 は、しばしば、シュナイダー M1897 と呼ばれるが、フランスの国営兵器交渉が製造しており、シュナイダー社は、開発に関与していないため、 シュナイダー社が設計した M1912-75mm、ヤホーや M1914-75mm ヤホーとは、直接には関係ない。M1912 や M1914 は M1897 用の砲弾と薬卿が使用可能であり、M1897 よりも小型軽量であるが、構造が複雑であった。 後部から見た M1897 野砲世界で初めて駅気圧式中台福崎を搭載した大砲の一大革命時であり既存の火砲と比較して飛躍的に連射速度が向上した製造国のフランスをはじめとしてアメリカやポーランドなどが採用し第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて用いられた M1897 野砲の特徴は 中体福崎を装備したという、この一点こそが、最大の特徴である。それまでの旧砲を除く、野戦用火砲は、砲撃を行うたびに反動で砲が後ろに下がるので、砲撃を行う都度砲を、元の位置に戻して、照準の再調整を行う必要があったため、実質的な連射速度は1分あたり2発が、限界であった。しかし、M1897 は、 中副座崎を装備したことにより、砲撃時に、砲身だけが後ろに下がることで砲がにかかる反動を軽減させて砲全体が後退することを防いでいる。これによって、砲撃を続けている間に砲の位置を元に戻したり、照準を再調整したりする必要もなくなり、連射速度は1分あたり15発にまで上昇したので、味方の不評部隊に対して、 より濃密な火力支援を行うことが可能となった。この方が開発された後、世界各国で中体座崎を搭載した火砲の開発が盛んになり、5年後の1902年には、ドイツのクループ社も独自に設計した液圧中体、バネまた座敷の中体座崎を開発し、自社製の火砲に採用するとともにラインメタル社や日本、イギリスなどにも売り込んだ。 バネまた座敷は、性能的には、気圧また座敷と大差ないが容積と重量がかさばる、ため、第二次世界大戦頃には、ドイツ製能火砲も、駅気圧式中退座機を搭載するようになった。閉鎖機は、かく式を採用している。砲画については、短脚式であるため、水平射角は、左右3度ずつに過ぎない。行角も18度程度しか取れないため、 砲手から直接目視できない目標を砲撃する、間接照準砲撃は行えないなど、まだまだ第一次世界大戦以前の方であることは否定できなかった。砲弾は開発当初、榴弾と榴三弾、三弾のみが用意されていたが、第一次大戦中には、マスタードガスや、ホスゲンガスなどを充填した毒ガス弾も使用されるようになった。 第2次世界大戦中の1940年には、エドガー・ブラント社が、弾身計 58mm の、装弾頭付け鉄鋼弾を試作している。1890年、ドイツのクルップ社が中体福崎を搭載した野砲の、開発に着手したと考えたフランスは、自らも、中体福崎を備えた野砲の開発を開始した。 1894年には試作品が完成したが、気圧式またざき港の気圧の維持が難しく、改良を必要とした。1896年に実用に耐える中大福ざきが完成し、それを取り付けた方針と方画が設計された。さらには、野戦での運用を容易にするための小準機と、ニッケル後半の棒立ても取り付けられ、 1898年3月28日に正式採用された。第一次世界大戦直前の1913年には大行格を取れるように再設計された方画に搭載されたモデルが開発され、これは4輪の自動車に搭載されて、オート、キャノンで75マデル1913の名称で自走行車法として使用された。第一次世界大戦勃発当時には、 フランス陸軍の主力野砲となっていた。しかし、戦争が残豪戦に移行すると、75mm 砲弾では、残豪の構築物を破壊するには、威力不足であったため、M1897 は、主に直接照準による、機銃座の破壊や、硫酸弾の鋭化砲撃と、毒ガス弾の投射による、残豪内の兵員殺傷に使われるようになった。また、 三射門突撃戦車の手法としても使用された。第一次大戦が終わった後も M1897 はフランス軍で長い間使用され続け、一部は開脚式砲がを備えた対戦車砲仕様に回収されたほか、その他の方も木製車輪をゴムタイヤに取り替えている。1940年のナチスドイツのフランス進行でもドイツ軍相手に使用されたが、 フランスの敗北により、ビシー政権軍に残されたもの以外はすべて、ドイツ軍に接収された。375mm 対戦車自走砲、第一次世界大戦参戦時に、フランスから急遽1900門を導入し、その後は、アメリカ国内で、ライセンス生産が行われた。第一次大戦後も長く使われたが、野報としては1940年から、より大光景。 長射程、広範用性を持つ、自国製の M2A105mm 榴弾砲に、更新されて退役した。M1897 野砲を、M3 ハーフトラックの荷台に搭載した M375mm 対戦車自走砲が、開発され、アメリカ軍の初期の戦車駆逐車として、北アフリカ戦線やイタリア戦線、太平洋戦線で使用されている。 75メートル MM2、M3 戦車砲は、しばしば M1897 ベースとされているが、実際には、発展型ではなく弾薬の互換性がある T 2、T2、T3 後車検疫砲や T26GMC にも、車載された T6 後車砲といった、試作砲の流れを組んでいる。また、75メートル MM5、M6 戦車砲は、 B-25GH に搭載された75メートル MM4D13E1 を車載用に改造したものである。独立後のポーランドソビエト戦争時にフランスから軍事援助の一環として供与され、ロシア帝国から分離独立時に接種した M1900 に 76mm ヤーホーと共にソ連赤軍との戦闘で使用された。 1939年のポーランド侵攻時にも1374門を保有しており、ドイツ軍や赤軍に対して使用したが、多数がドイツに露隔され、ドイツ軍で運用された。7.5センチメートルパック97、38ドイツ軍は、ポーランド侵攻や西方電撃戦において、ポーランドやフランスが保有していた。 多数の M1897 ヤホーを露角した。ポーランドで露角したものには 7.5cmFK97、フランスで露角したものには 7.5cmFK231 の正式名称を付けて運用した。7.5cm パック97、3 8 9 4 1年のバルバロス佐作戦によるソ連侵攻において、 ドイツ軍の主力対戦車砲である3.7センチメートルパック36や5センチメートルパック38がソ連軍の T-34 中戦車やキロボルト -1 重戦車に対してほとんど歯が立たず7.5センチメートルパック40の数が揃うまでのピンチヒッターとして M1897 野砲に白羽の矢が立った 水平射角を確保するために5トルパック38の方角と組み合わせるなどの改良を加えた7 5トルパック97、38に回収された M1897 は、成形作薬弾を用いれば T-34 をあらゆる方角から撃破可能であり、キロボルト -1 に対しても、側面や背面の装甲なら貫通可能なため、 初期には重宝された。しかし、7.5cm パック40や 7.62cm パック36と比べて初速が低く、鉄鋼弾の威力が低い上に、砲弾の互換性もなかった。しかも、組み合わせた砲火は、本来 50mm 砲のために用いられるもので、あったため、75mm 砲の反動を受け止めるには、事長が不足しており、 座りの悪さと弾速の低さで距離500メートル以上だと射撃精度が明らかに低下した。このため7.5センチメートルパック40の数が十分に揃うと東部戦線から引き上げられてフランスに移され大西洋の壁に配備されたり東欧の同盟軍へ引き渡された。また国民的弾兵士団の砲兵連隊に配備されたケースもあった。 諸言性能砲弾創薬に用紙ありがとうございます。